一緒にシュウマイを作ってみましょう。エビシュウマイの作り方、材料は、ひき肉、エビ、玉ねぎ、ネギ、ひき肉、玉ねぎ、ネギ、エビ、これをみんなみじん切りにしてボウルに入れて、塩コショウ、醤油、ごま油、卵で味をつけまして、よくこねってください。粘りが出るまでよくこねる。この料理のポイントは、こねるところですね。よく粘りを出して、それで皮で包みまして、18分蒸して出来上がりです。18分間蒸す。これはからし醤油つけて熱々で食べる美味しいエビシューマイです。今日も2人をとっても楽しいダンスの部屋にご案内します。ドアの前で呪文を言うんだよ。呪文は覚えてるかな？覚えてる。言ってごらん。踊れるトントンダンダンス。その通り。テレビはちょっと踊るのが下手だから、2人で行ってらっしゃい。明けましておめでとう。明けましておめでとう。Oh, it's good. 今年もトリートダンスダンスダンス。ダンス。OK。二人はトリのダンスを覚えてるかい？覚えてる。覚えてる。OK。Let's together. OK。OK。Come on. 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 And peace. そしてそしてそして。Fever! And... Oh, oh God! So sad! Okay. 私、偉い森の王様。今日、面白い鳴き声について教える。まず、この鳴き声、なんだかわかるか？インドクジャクの鳴き声。好きな女の子がいると
思い切り鳴いて羽をいっぱいに広げる。クジャクの鳴き声、ラブコール。次、この鳴き声。森の中に住むこいつら、ハヌマンラングール、猿の仲間。敵がやってくると怒りの鳴き声出す。次、大地を揺るがすこの鳴き声、何の鳴き声だ。こいつらガウル。鳴き声も歩くのと一緒、いまいちテンポが呪い。次、この鳴き声。笑ってるみたいだけど、鳴いてるのは何かな。こいつ、笑いカワセミ。笑ってるように聞こえるが、笑ってるわけじゃない。一生懸命鳴いてる。勘違いしないようにね。終わり。ところで、トニーの誕生日は1月1日。あお、今年で26日。ハッピー。何歳？26歳だ。1月1日生まれ。生まれながらにしておめたいやつってわけだ。ルーガちゃんの誕生日はいつだい？ルーガちゃんの誕生日はいつ？1月1日。おお、It's today。 1月1日は今日だね。そうだい、今日だね。フィーブフィーブ。全然分かってないよね。いくぜ、いくよ。ハッピーバースデー、カモン。ハッピーバースデー、カモン。トゥーユー、トゥーユー、ピース。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、フィーブ。トゥーユー、トゥーユー。おー、グワー。ハッピーバースデー、ディアー。ハッピーバースデー、ディア。未完成時現れ。1、2、3。はい、恭喜发财、新年快乐、ウゴウゴルー。ハッピーニューイヤー、ウゴウゴルーガー。ハラペコ大作、大作農業室の間にその2。1995年、冬、東京にやってきた謎の男、ハラペコ大作。彼はこの町で一番おいしいとんかつ屋スギタを発見した。腹が減ったばい。ぺらんべえ、おら、うめえもん食うためには我慢するの当たり前だろ、バカ。おお、ごっつうその通り。おいどんが間違っちゃったす。あ、いいってこったよ、おら。あなたのうらと。その道25年、親父のとんかつである。おいしそうなものを目の前にした時、大さんは嬉しくて大声で叫びたくなる姿。うわぁ、こげんうまそうなとんかつ、生まれて初めて見たばい。ごたごた言ってんじゃねえっつってんだろ、バカ。本当に、あ、おいしゃ、いただきます。ついにとんかつを食べる時がやってきた。とんかつの味は、そして大作の正体は、謎が謎を呼んで時間が続く。今日も二人のダンスは It's so good。 帰る呪文はジュリアナ、ジュリアナ、ワオ。ジュリアナ、ジュリアナ、ワオ。 OK、 じゃあトニーはこれで帰るぜ。バイバイ、バイバイ。あはジュリアナ、ジュリアナ、ワオ。いやー、と
張ってめでたいついでに言わしてもらおう。わしは一国一城の主や、まあ、殿様、殿様じゃの。殿様はいつもマイペースじゃ。ははー。音の博物館。ジュリアンとレナール夫人の仲が怪しいという噂話が町のあちこちで交わされるようになりました。やがてその噂は町に住む人なら誰でも知っているくらいに広まったため、仕方なくジュリアンはブザンソンという町に移り、そこの進学校に入ることになりました。よし、力で直した。とても優秀な成績だった彼は校長のピラール神父に推薦されて、パリの大貴族であるラモール公爵の下で働くことになるのでした。続く。ところでお主ら、ヤブカラボにすまんがちょっと話がある。今は全面工事中の城のため金がちょっと足らんのじゃ。話というのは他でもない、お主らがもうたお年玉をちょっとわしに貸してくれんかのうということ。分かった。嫌だ。ほーん、なんでだ。だって銀行に預かったもん。銀行に預けてんのか。僕はいいよ。なかなか硬いの。僕はいいよ。ほう、どのくらい貸してくれる。1円。なんじゃそれは。うそ。とにかくの、お主らそしたらわしに貸さんとなるとどういうふうにお年玉使うんじゃ。お母さんに取られる。だからママに預けて銀行に持って行ってもらう。ほう、じゃあ何にも買わんのか、ルーガは。だって110円しかわからないもん。Well, hello, hello, and how are you? How do you do? Can I be friends with you? It's a real good day to get together in any weather in the sunshine. I've got a secret. A real secret? Shh, shh, shh. A secret secret. A secret secret, eh?What is it? I can't tell you. Oh, why not? Well, it wouldn't be a secret then, would it? Why tell me you had a secret in the first place? There's no point in having a secret if no one knows you've got one. Where are you going now? I'm going to tell Alfred. You're going to tell Alfred your secret? No, I'm going to tell Alfred I have a secret. Oh, please, Macduff. Please tell me what your secret is. I'll give you everything I have. Oh, please, Macduff. Even my old banana skin blanket. Please. Hello, Johnson. Guess what? I already know you have a secret, Macduff, but I'm not interested. Oh. What? Even if I tell you what it is? Really? Well, in that case, I'll give you my lovely self-portrait if you tell me.Yes. No, I can't tell you. I'll just have to keep it to myself. Oh! It's outrageous, Johnson! She did exactly the same thing to me! Blithering blazes! But of course, a secret is only really any good when everybody knows about it. Macduff had always planned to tell the others when she'd had her fun. Here I come, Diesel! I think I've dented my fender. I think
think I'm dented all over. Macduff, oh. Don't you know to stay clear when we're playing bumps and thumps and crashes? Oh, but I was coming to tell you all my secret. Oh, yeah. Sure you were. I was. I was just having a bit of fun first. Oh, I'm sorry I squashed you flat. Now, what's your secret? Yes, what's your secret, Macduff? Yes, come on, Macduff, tell us. I've forgotten. Oh. Oh, I think Diesel hit me so hard it got squeezed right out of my head. Oh, Macduff. What was it? It was a very important secret. Oh, that's no good, Macduff. If only I could remember it. I've got a secret. What is it? Macduff is the silliest toy in Michael's bedroom. No, that's no secret. Macduff is the silliest toy in Michael's bedroom. See you again. まあ、泣けてくるがやっぱりだ。後でみのだ。言わんでええの。1、2、2、2、2、2、3、5、6、2、4、8、2、5、10、2、6、10、2、4、10、2、8、2、6、2、9、18。そうか。まあ。あと1のだ。もう1のだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40。そうじゃの。簡単だな。そうじゃの。ある売れない漫才師の野望、営業、誰も聞いてくれへん、あと2日続く。うがうがうが、ハッピーニューイヤーズ。ワン、ツー、スリー。うがうがうが、ハッピーニューイヤーズ。じゃあ最後にわしの国の言葉を正月早々教えて新生よ。B。今日の言葉は毎度言うてみ。毎度。そうじゃ。毎度というのはとにかくこの深いんじゃ。おはよう。私マイルドコーヒー売ってる。マイルドコーヒーの話はしてない。だって甘くてコーヒーだから美味しいもん。そうじゃの。じゃあ今度わしに飲ましてくれ。もう泣けてくるのほんま。じゃあルーガンチ来て。立石中見案内して。楽しみじゃの。そうか。まあ、とにかく毎度は便利な言葉じゃ。おはよう、こんにちは、こんばんは、お世話になってます、ご機嫌いかがですか、みんなな、それ毎度の中に含まれとんじゃ。毎度と一言言えばみんな済む、便利やの。毎度毎度。いやー、ええ気分じゃ。正月早々縁起がええぞ。ほしたらぐちゃぐちゃ言うとるうちに戻る時間になってしもうた、うんうん、ほな帰るわな。じゃあ毎度さいなら。毎度さいなら。バイバイ。バイバイ。年の初めのお年玉、お年玉でお尻を拭いているぞ。ほら本物の坂本さんにぐりゃぐりゃぐりゃに殴られてメキシコまで飛ばされちゃうぞ。いやー、助けてー。ノンさんと一緒、一緒に歌おう。家から出てこない。お昼になっても起きてこない。のんたん、のんたん、風邪でもひいたの？外においでよ。遊ぼう遊ぼう遊ぼう。ダメ、もっと寝ていたいから。そんじ
眠ってばかりじゃいけないよ。そうよ、早寝早起きしなきゃダメよ。どうして？どうしてって、どうしてもなの。そんなこと言ったって眠いんだもん、だから寝るの。ですか？シャフダンス全開バリバリパラリラパラリラ。新年になってますます寒いですね。寒い朝なかなか布団から出られない人はどうしたらいいのかな、わかる？布団乾燥機して寝る。は？布団乾燥機して寝る。はい、リュウガちゃんどうぞ。朝起きって早起きのことでしょうか？そう。そう、早起きはとってもいいことがありますね。うん、そうですね。早く起きていろんな楽しいことをしましょう。今日も早起き一番、うごうごルーが見て達者でな。バイバイ。バイバイ。